今日何分ぐらい10分、15分ぐらいあるかも。ああ結構もうエンディングまで結構ありますね、うん、じゃあお母さんの歌も大丈夫です。大丈夫です。じゃあお母さんの歌です綺麗に。じゃあ何バージョン、未来バージョン、歌ってどんぐらい。あ、1分弱ぐらい。じゃあなんだっけ、ラメちゃんで、うんうんね、1分半ぐらいで静岡良いとこ面白いやつ。あ、わかりました。拍手していかんだろ。いいよいいよ。あ、そうだね。手拍子、手拍子、マイクにやるけど、こういう風に、こういう感じ、うん、こういう風に、うん、大丈夫、大丈夫、自然にやってればいいよ。大丈夫、何があってもね、この矢内さんが助けてくれるから。たまに無視するからね。大丈夫だよ、喋っても大丈夫だよ、はいはい、あ、動画はもう撮ってるけどね。あららら、喋って入っちゃってるけどね。あら、手を振って、手を振って。あれ、なんか急に急にかしこまったよ。モザイクから、そうそうそう、モザイクから。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。せーの、ありがとうございます。もうさよならになっちゃうじゃね。さよならになっちゃうって。 RRS だね。もうじゃあマイクそれ開けちゃって、カフを、あ、そう、今はね、これを、これを、はい、開けます。オンまで、はい、全部してる。あ、芝居小屋はラジオ音声だけな。あ、今ね、自分たちの劇場で一応流してもらってますんでね。え、マジで。あ、そう、FM ハイをね、今アンプ通して流して、行ってきますって言ってきました。やればよかった。いやいやいや、大丈夫です。初日にね、来てくださってますので、ね、宮内さん。FM ハイですよね。FM ハイ。いいよ、何言ってもらっても。RRS。RSR。それ大事だね。RRS。RRS。AAS。SS の。SS の。SS はダメです。この CM の後、はい、大丈夫、チーム名決まってないよ、大丈夫。 RRS、 今決め、ここで決めるんでしょ。 RRS、 RRS、 よし、 AAS、 名付けて、 あ、 いいね、ありがとう、ありがとう、さようなら。でも最初、岡くんから入るでしょ。え、俺と RRS です。あ、岡っちが、そうします。歌うところどうしますか。あの、まあ、歌は最後ですね。あ、もう歌っちゃって全然いい。でもいいです、いいです、はい、緊張する。いいんだよ、緊張する。初会議、移動、僕の移動じゃないんだ、大移動で、ホームページにも3人を上げてしまいました。検索してみよう、 YouTube。そうだね、検索してみて。どういう風に。お母さんにメールする。二郎今村って。二郎今村じゃ出てこないね。今村そうしてねばいい。じゃあタグ付けお願いしとこう。喋っていけ。そんなことないね、大丈夫。はい、この後です。はい、お願いします。じゃあ合図出しますね。はい、ラメちゃんたらぎちょんちょんでパイのパイのパイ、パリコットパンナンナでフライフライフライ、静岡よいとこ面白いや、初替え祭りでおめでたい、おでんに屋台に大道芸、 FM ハイ生出演でおめでたい。はい、ラメちゃんたらぎちょんちょんでパイのパイのパイ、パリコットパンナンナでフライフライフライ、パリコとパナナでフライフライフライ。いやー、いやー、いいじゃないですか。最初のありがとうございます。オープニングがいいね。オープニングいいね。まだ登場してないから ねこれからでしょ。ね、まあ、でも子供さんたちが非常にこうね、あの明るく元気で、そしてなんだろう、あの初めて見た楽器なんですけれども、はい、奏でていただきまして、はい、今日はまあ、よく来ていただいている大道芸人のアマルさんにいろいろ紹介していただこうと思うんですけれども、はいはいはい、今回、まあ、せっかく来ていただいたのは、はい、開催されている初会祭で
はい、大道芸が披露されてるんですね。そうなんです、はい、こんばんは、あのアマルです、はい、初開催の中でですね大道芸をですね、はい、もうずっとやってるんですけども、今年も賑やかにやっておりますよ、うん、で今日はですね、うん、楽しい仲間たちを連れてきたのにも理由がありまして、はい、今日、うん、パフォーマンスデビューをする、はい、新しい3人組をですね、はい、今日は紹介したいと思って連れてきちゃいました。え、子供たちですよね。今日あの芝居小屋シアターの公演がですね、はい、このお祭りの中で毎晩、うん、夜7時からやってるんですけども、はい、その中でもう今日デビューです。でただのデビューじゃありません。みんな小学生というスーパーキッズなのか、うん、というところのね、はい、大道芸の、ね、じゃあ自己紹介を、うん、今村宗志です。3年生です。めっちゃマイク近いけどマイクそんなに近くないと大丈夫誕生日は2月4日です、はい、出身地は東京小平市です。お、生まれた場所は鹿児島、うん、そこまで県そこまで言うんだねあれ、宗志のお父さんは？僕のお父さんは大道芸をやっております。あ、そうなんですか？はい。誰？あ、今、二郎今村です。本名は今村二郎です。はい、二郎今村のご子息、宗志くんでございますけども、はいはい、二郎さんという方は東京からいつもこの初開催の大道芸の時に、はい、あの必ず来てくれている仲間で、うん、今日実は芝居小屋シアターの鳥を飾るのがこの二郎今村です、うん、はい、何をやるかというと本人曰く魂の肉体表現、語るより感じろという。なるほど。これで今日の芝居小屋は締めていただきますんでね、賑やかに盛り上がると思います、はいはい、やることはアクロバット や、 ほう、いろんな、うん、いろんな、まあ、芝居小屋っていうよりか、うん、芝居みたいなことをやります、うん、はい、お、お父さん、 お猿に変身したいとか。あ、言っちゃった言っちゃった。ネタバレは全然いいよお父さん、お父さんの好きなところは？お父さん好きなところはアクロバットや椅子倒立を、すごいすごい何個もやるので、うんうん、おすごいと思います、ね、力技が結構すごいんだね今日はね、うん、まあでも語るより感じろなんで、ぜひね、うん、興味がある方は宗志くんと親子の、うん、親子の共演、今日はね、うん、ご期待ください。そして、うん、3人組ですからね、まだ実はメンバーいるんです、うん、あと2人います。はい、はい、よいよ、マイクそのままで大丈夫よ。望月レオナです。はい、レオナ出身地は静岡県静岡市です。お、静岡市、地元の男の子ですよ。レオ君はこ の、 の僕たちとの出会いって何だったっけ？最初はなんかいろんなことをやって面白くて、うんうん、近寄ってみたらたまたまいたので、うん、それで仲良くなりました、うんうん、仲良くなったね、うん、毎年この初開催の大道芸の時にですね、うん、彼はもう毎日、うん、今のところ皆勤賞だよね、毎晩遊びに来てくれてますけども、うん、はいはい、彼はですね、あのお母さんがこれ言っちゃっていいよね、あの露店でですね、はい、スーパーボールの、はい、をね、ちょっと作ってやっているママさんがいて、うん、でちょうどね、今回も近所なんだよね、この芝居小屋シアターの会場になってる場所の近所でね、店を構えてます、うん、はい、おー、なるほどなるほど。で、3人だし、もう1人いますよね。もう1人、はい、はい、静岡県浜松市出身の永谷龍太郎です。はい、浜松でございますね。なるほど。浜松、龍くんとは実は矢内さんも出会ってますよね、うん、そうなんですよね、うん、彼はですね、まあ、ジャグリングが得意なんですけども、はい、もうね、一人でショーをやっちゃってるんですね、実は。この間見た時に、あのめちゃめちゃかっこよくって、でやっぱり大道芸人の人ってべしゃりも面白いじゃないですか。べしゃりが面白いって、喋りも ね、もう周りから見てる人たちがもう大笑いするような感じでね、いや非常にかっこよかったね。もうリュウ君だってよかったね、よかったね。今日リュウ君、今日の見せ場はどんな感じかな？恥ずかしかった。秘密？あ、秘密も全然いいし。ね、うん、ボールを5つ回す。ボールを5つ回す宣言が出ました。え、ジャグリング？ジャグリングですね。5つでも回せるのかどうかは、どうかね、目撃していただきたいと。どうぞご期待を。お、なるほど、いいね、うん、そうだね。で、3人の芸名ができたんだよね、うん、ASA、 あ、AASRRS。 全然違う。全然違う。RRS です。A が R、うん、R、R が龍太郎の頭文字の R で、はいはい、
もう一個の R が、レオナの頭文字の R です。で、S が、S が創始の S だから、RRS です。はい、なるほど、即興で作ったみたいな感じが。はい、それで、エールを捧げようとか、ね、うんうん、もうね、いろいろストーリーも考えて頑張ってやってくれると思います。で、彼らがですね、今日出演するのが、ちょうど真ん中ぐらい、8時ぐらいです。だから、はい、今日ね、今お勤め中の方も、うん、ぜひね、ゆっくり宣言通りの商店街の真ん中でやってますんでね、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います。それから今日もう一人、仲間が来てくれてまして、はいはい、はい、モッキー。グランモッキーです。静岡市出身のインチキパフォーマー。やめてください。やめてください。何言ってんの。モッキーはですね、私がいるあれじゃないですけど、木下サーカスにもう十何年勤めてて、うん、だから演技もしてて、そうですね、はい、まあ。そういう経験があって、でもまあ縁があって静岡に戻ってきて、はい、戻ってきた組です。そうです、戻ってきちゃいました組です。はい。いや、モッキーさんまた声がいいですよね、よく通って。ありがとうございます。いいな。なんかこう大道芸って外でやることが多いので声が通るっていうのは非常にまた武器にもなると思うんですけれども。ああ、そうです、うん、ありがとうございます。すごい。はい、でモッキーはですね、あれ私たちで作っている静岡大道芸新聞というフリーペーパーがあるんですけれども、はい、この中でですね今回大きく紹介させてもらってますので、はい、ぜひこれフリーペーパー芝居小屋シアターの方にたくさん準備してますんで、はい、よかったらモッキーについて、うん、これを見てですねあ、この子のことかと冷やかしてもらえたらなと思います、うん、はい、想像通りの顔だといいんですが、はい、大丈夫ですよ。ありがとうございます、うん、まだ6分30秒ありますから、本当だ、はい、全然余裕ですね。はい、じゃあ、まあ、将来の夢とか、来た来た、いろんな、まあ、その前に、うん、私が何も紹介されてないですけど、そのまま忘れていくみたいな、本当ですよ、出身地言ってよ。いやいや、まあ、名前も言ってないです、名前も言ってないです、はい、じゃあ、はい、じゃあ言ってください、まあ、私はもうアマル君のですね、はい、一言でもうすぐに静岡まで飛んでまいりました、東京からやってまいりました、カンカラ三線演歌手岡大輔でございます。岡大輔、毎年彼はですね、本当に出会いは2009年ぐらいなんですけども、はい、出会ってから最初に誘ってからですね、毎年やっぱこのお祭りの時、初開催の時の大道芸の企画の時は必ず、はい、力を貸してくれてますね、はい、まあ、でもね、アマル君と年が同じっていうのもあってですね、うん、あ、はいはい、それでね、まあ、僕は普段浅草でよく活動してるんですが、うん、その時応援に来てもらったりで、まあ、持ちつ持たれつで、はい、うん、なんだろう、ね、耳より子供たちの鼻息がすごく入るんですこれヘッドホンしてるとめっちゃ鼻息が入ってくる、喋りたいよね、喋りたいよね、うん、なんかこれ、うん、今の聞いてる人に伝えたいことがあれば、うん、そっちの方が面白いかもね、うん、僕らでもそう、岡さん、まあまあ、そうね、まあ、僕は今日と、ね、岡さんは僕初日にね見に行った時に、うん、もう面白い方だなと思って、あ、本当に今日もう帰られるんですよね、まあ、そうですね、今日、うん、まあ、明日の昼なんですが、あ、そうなんですね、はい、まあ、今日夜だから帰っちゃうのかなと思って、もうなんか、いや、せっかくだから番組に来てほしいなっていうのをちょろっとアマル君に言ったら、アマル君が呼んでくれて、まあでもね、歌わせていただいてありがとうございます。いやいや、もう嬉しい、あとはもう RRS のコーナーでどうぞあ、はい、そう、矢内さん初日にね、うん、来てくれましたもんね、うん、はい、どうでした矢内さん、逆質問ですが、芝居小屋シアターの初日、まあ岡さんをはじめ、うん、パントマイムのカナール・ペキノワ、はい、あとお芝居のガランダーチョウと、あとジャグリングのドラゴン・ラビット、うん、それからノー&モンモンのクラウンゲという顔ぶれでしたけどね、はい、初日は、はい、ノー&モンモンに僕のジュース飲まれましたね。あ、飲まれちゃった、飲まれました、うん、はい、でもみんなやっぱり普段例えば大道芸だと外で見ることが多かったりとかするじゃないですか、うん、はい、カナール・ペキノワさんなんかも、でも結構天井も低かったり、はい、狭い空間なんだけど、その狭い空間をより広く感じさせて、うん、なんか僕たちを楽しませてくれるというか、それがまあ、いわゆる芝居小屋シアターまさにそうなんですけども、うん、その中で繰り広げられて何が起こるのかなっていうワクワク感とか、うん、いや、すごいあれは楽しいですね。あ、本当ですか、うん、で芝居小屋のお客さん歴としてでも一番長いのはそういえばレオくんですね、うん、レオくん今年どう、今年のここまでの顔ぶれ、まだ3日目だけど、うん、昨日と一昨日どうだった、近づかなくて、すごく面白くて、うん、本当、なんか本当のこと言っていいんだよ、そうだよ、なんかマジの話していいんだよ、面白い、でも面白かった、なんか変な人もいたから、変な人、誰が変だった、うん、カッパちゃん、違う、カッパちゃんのこと言っていいよダメだよ、うん、ダメ、あ、いいことを言わないとカッパ、いいことでもいいよ、うん、ジョイ君なんかね、うんうん、
ラジオね、沈黙が怖いからね。カッパちゃんのいいこと言っていいんだよ、うん、いいんだって。何でも言っていいんだよ、思ったこと、うん、悪いこと言っちゃうと怒られるよ。怒られない、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 大丈夫。それだけです。それだけ、ありがとう。今日も来てくれるっていうか出るんだもんね、うん、ついに、はい、そう、お客さんじゃなくて出る側に回ったりょうくん、デビュー、うん、ね、頑張ろうね、はい、デビュー出演です。デビュー出演、はい、ね、今日そ、うん、そうですね、どうの伝え切り、まだね、時間あるって、うん、あ、いいよ、喋ってもらって。りゅうくん、将来の夢、将来の夢だ。よし、将来の夢は歌手です。名前、名前、誰誰、あ、今村宗志、名前は今村宗志です。3年生です。あ、それ聞いたよ、うん、でめっちゃ名前言うな。はい、で夢、趣味、趣味、言ったじゃんさっき、歌手って、歌手、ちょっと一曲、趣味は歌手って、こういうお母さんみたいな歌手、うん、歌って歌手がいるんだけど、あ、趣味はギターです。あ、ギター、え、ちょっとエアギターやってみて、うん、エアギター、ラジオで伝えるから、うん、エアギターやってみて、お、こういう風に、お、お、お、出た、お、出た、おい、おい、うまいね。あ、本当にうまいですよ。あ、ね、伝えられないですけど。いいじゃない。初日のお花見の時に、うん、ギターを弾かせてもらったんですね。そうだったんですね。一曲弾きました。よし。でも今趣味なんだね、それね。はい、うん、で、これが夢。はい、そして、そして、望月レオナです。将来の夢は、うん、サッカーです、うん、サッカーです。サッカーになる、サッカー選手です。すごいね。え、誰が好きなの、サッカー選手で。エスパルスの大前元気という選手が大好きです。残念だな、今エスパルスの村田くんからメールが来てるんだけどな。だって村田くん好きだって言っといた方がいいよ。好きな選手は村田くんです。好きな選手は村田くんなんて知らない。あ、じゃあ俺が言わせたい。はい、じゃあこれから、これからだね。好きな選手は村田選手です。あ、もう代わりに言っちゃっていいのかな。趣味は、うんうんうん、本を読むことです。本を読む。一番最近感動した本は、感動っていうか、僕は漫画系なので、うん、漫画系、ドラゴンボール。あ、今日カフェピアノでずっとの読んでたね。読んでた、読んでた。最近の若い子は何読んでんの？ドラゴンボール。年齢的に僕が小学校の頃に始まってるけどね。僕はポケモンとかそういうポケモンアニメを見ています。うん、うん、はい、EX。そうかそうか。なるほど。いいね、最後彼もうあと5秒しかないから。リュウ君、リュウ君。長谷龍太郎です。趣味は大道芸です、うん、そうだ。将来の夢は大道芸人になりたいです。目標、そして目標になる人は、スケールがでかいね。目標の人は、歌手もでかいか、目標になる人、目標の人は抜かしたい人は、うん、絶対的に天平さんを抜かしたいです。天平さんを、天平さんっていうのはジャグリングのプロの方ですね。はい、うん、レオ君もサッカー選手にね、そうだね、なれるよ。頑張ろうね、うん、お互い。さあ、そして芝居小屋シアターなんですが、本日3日目でございまして、うん、今日はマジックや一人芝居や、面白弾き語りや、ジロー今村の肉体表現、はい、いろいろやってます、場所は宣言通り商店街のフルーツショップ森友さんの正面、大道芸人の館です。待ってますよ。入場無料、投げ銭大歓迎、出入り自由です。終わりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どんなラジオだって思ったでしょ。もうなんだよ、全日本に共通するんだぞ。村田くん知らないですって。村田くんでもう大爆笑で選手って言って、俺もくんって言っちゃったよ。選手、いいのいいの、大丈夫だよ、いいの、全然大丈夫だよ、はい、そんな恥ずかしがっても大丈夫だよ、喜んでる、笑ってると思う、ね、うんうんうん、本当だね。お、頑張ろう俺って思ってくれたかもしれない。俺今までの旅の中で全然言ってないもん、歌詞って。あ、恥ずかしすぎて初めて言っちゃったんだね。よかった、じゃあいい日になったね。俺も、ほっぺたもう赤いもん、ね、見て、お前くんにも言っとくね。ほっぺたもう赤いし、痛いとかって言ってたって、うん、赤くなった、うん、めっちゃ熱かった、持ってたような感じ。ありがとうございました。始まったのは長いけど終わりは一瞬だった。